じっくりと厚揚げをね、焼いていきますよ。沖縄厚揚げっていうのはね、パリッと、ほら、どうですか。はい、どうもダメ人間でーす。ということでですね、今回ですね、まあ、いい感じですよ。あんまり酩酊状態でやってもね、ダメでしょ。よくバンされないなと思ってるんで、いつも。今回はね、ちょっと真面目にね、やっていきたいと思うんですが、今回はですね、低糖質なおつまみでございます。厚揚げ、厚揚げを使ってですね、最高に美味しい厚揚げのステーキ、作っていきたいと思われたらです。リュウジのバズレシピ。じゃあ、やっていきたいと思います。真面目に見せないとね、皆さんね。いつもね、大真面目なんです。炭酸水を注ぎ。もう皆様のおかげでね、120万登録できましたので、本当皆様に支えたいって中でも、本当不真面目にやるのは本当に申し訳ないと思って、やっぱり真面目に飲酒しないといけないと思いまして、真面目に飲んでいきます。いただきます。あー、先に誠実食ってきたと。しょうがなんですけども、これも一かけ分乾いた部分ちょっと削って 5g なので、これが 5g 切って、包丁はもうこれだけ。はい、じゃあまずバター入れて温めておきます。中火ぐらい。今回使うのはね、きなつ揚げ。普通の厚揚げでももちろん美味しいんですけども、きなつ揚げ、これ最近出てるのなんですけども、きなつ揚げめっちゃ美味しいんで使ってみてください。カリッと焼いていきます。焦がさないようにカリッと焼いて、中火でいいです。生姜、これ全部削ってください。こんな感じで皮もね、一緒に削っちゃっていいですから。皮はね、すごく香り高いので、手についたジンジャーの香りでハイボールを。これね、ジンジャーハイボールです。これがジンジャーハイボール、本当の。あー、強火でやっても全然平気なんですけど、焦げたバターの香りがするんであれなんですけども、中火でやって全然平気です。高温でやるとね、バターがね、結構ね、焦げちゃいますんで、ある程度焼けたら、パタンと、はい、いい焼き目がね、ついてくるんですよ。これ両面をね、香ばしく焼いていきます。で、じっくりと厚揚げをね、焼いていきますよ。具材と調味料から出る香りを感じてください。感じて、バターハイボールを飲んでいきます。料理っていうのは、嫌いになったら終わりなので、嫌いにならないように楽しくやりましょう。手を抜くときは抜く、ね、カリッとね、表面が焼けてくるんですよ。沖縄厚揚げっていうのはね、パリッと、ほらどうですか。これ中火ですよ。強火でやるとね、バター焦げすぎちゃいますんでね、サクッと焼けてると思いますよ。はい、なので、これぐらいサクッと焼けたら、こんな感じですね。まあ火はね、弱めます。ここでソースを作っていきます。お酒が大さじ1です。大さじ1です。お醤油大さじ1です。シュガー一つまみです。味の素に3振りです。そしてさっきすっておいた生姜です。これがポイントですよ。火をつけて沸かしていく。これで最高のジンジャーソース、ちょっと煮詰めて、ちょっと煮詰めたらもうこれで最高のソースの仕上がりですよ。下にねかけていきます。下にソースを沈めることで上のサクッと感、これをですね、生かすようなやり方にさせていただきました。厚揚げのジンジャーステーキ完成でございます。はい、それではできました。食べていきたいと思います。食べます。絶対に合う。いただきたいと思います。サクサクだわ。いただきます。バリうまいわ。カリッと感がすごい。あえてこのソースをですね、上からかけずに下に流したことでですね、非常にこのサクッとしたきな厚揚げのサクッとした感じがね、出てます。いやうますぎだろこれ。反則だよこれは。料理やってるとね、めちゃめちゃわかるんですよね。手間と美味しさってね、必ずしも比例するわけじゃないんですよね。手間かけないでもうまいもんはこの世の中にめちゃめちゃある。最たる例がこれですよ。ジンジャーソースが噛み合わってる。サクサクのサクと合うんですよ。うまい。全員やってください。お兄さんとの約束ですよ。きな厚揚げなんてね、最近出てきたんですよ。岡目納豆さんが出してるやつ、たまたま買ってきたんですよ。これうまいわ。ということでサプチャンス、厚揚げ食べます今から。
うん、外はサクサクなんですね、すごい。このね、厚揚げはね、うん、めっちゃサクサクなんだよね。ソースめっちゃうまいですね。ジンジャー合うでしょ、これ。合いますね。合うんだよね。なんで敬語なの。いやめちゃめちゃタメ口喋ってくるじゃん。タメ口喋ってくるんですか。どうぞ。うん、本当美味しいですね、これ。これね、うまい。タツヤ君、ありがとうございました。ありがとうございます。ということで、今回の厚揚げのジュンジャーステーキどうでしたでしょうか。うちの達也君も絶賛の味でございますので、ぜひ皆さん試してみてください。達也、豆腐好きだろ。確かに。なんで敬語なの。いやなんでいいの敬語なの。やっぱりめちゃめちゃタメ口喋ってくるじゃん。公共の場でやっぱ公共の場まあ確かに公共の場ではあるけど、公共の場ちょっと、うん、